うございます、野野さん。今日はソユースタジアムで行われるブラウブリッツ秋田対ミッドホーリーホークの試合の視察なんですけども、はい、今日はなんと、はい、この秋田駅から歩いてスタジアムまで行ってもらいます。はい、歩いてです。この暑い中、まあ暑くはないですよ。暑くないですかこれ。暑くなくない？いやだいぶもう蒸してきたなと思って。いやいやもう全然大丈夫ですよ。というのも J リーグのタイトルパートナーである明治安田生命さんの、はい、みんなの健活プロジェクトって、はい、ご存知ですか？もちろん。健康をまず知る、健康を作る、うん、健康を続ける、はい、その活動をみんなの健活と呼んでいて、はい、J リーグでは、はい、この明治安田生命 J リーグウォーキングというコラボをして、うん、明治安田生命さんと一緒にウォーキングを推奨してるんです、はい、なので今日ここからそういうスタジアムまで歩いていきたいなと思います。了解です、はい、ちなみに野野さんは最近1日何歩歩いてますか？今月が2600、それ1ヶ月ですよね。じゃあ平均ね。平均お1日、1日2600。あでもね今年は3600、はい、お去年が2700とかだから、はい、ちょっと歩くんですよね。歩くようになった。厚生労働省やさまざまな研究が提示する歩数の理想値っていうのは、はい、1日約8000歩だそうですね。そうすると脂質異常症とか糖尿病、健康の高血圧の予防になるそうなんです、ね、1日8000。そう1日8000。いやまあきっとそうなんでしょう。ですけども実情はだいたい男性でいうと6700とか。いやまあそうなんだよね。俺全然歩けてないんですよ。女性で5800、うん、歩みたいな感じみたいですね。歩きましょうよ、はい、コロナ禍でもっと減ってるかもしれないんですけども、まあ、だからこうやってチェアマンが率先してウォーキングしなきゃいけないなと思って今日はウォーキングしたいよ俺も、はい、ここから行きたいなと思います。ありますよ。まあ1日8000歩なんですけども理想は、うん、チェアマンは元 J リーガーということなので、うん、1万歩歩いてもらえます。全然全然大丈夫あと例のアプリって入れてます？目安さんの、はい、明治安田生命 J リーグウォーキング入ってますよ。でこれねもう札幌のクラブやってる時から入ってるから、はい、ちなみにこのアプリは、うん、明治安田生命 J リーグのクラブを応援する全てのサポーターが、うん、クラブと共に歩いてより健康になるためのウォーキングアプリというコンセプトなんですよね、うんうんうん、で今回これで歩数を計算していこうと思っております。はい、はい、じゃあということで元 J リーガーの野々村さんのために今日は観光名所を巡りながらそういうスタジアムを目指す、okay. はい、1万歩のウォーキングプランを作りましたので、はい、行きましょう、はい、これから行きたいと思います。ちなみに最初に向かう場所、秋田を象徴するもの、米？米？違います。秋田を、きりたんぽ、きりたんぽ。違います。食べ物ではない。食べ物ではない秋田を象徴する場所、はい、正解は、うん、秋田犬。あ、犬。犬。あ、秋田犬ね。はい、秋田犬に触れ合いに向かいます。触れ合いに行きます、これから。1万歩って何キロぐらい？9、8、8キロ。7、8キロか。7、8キロって結構だよな。結構ありますね。雨降んなくてよかったね。今300。もう300？はい。すぐ終わっちゃいそう。確かに。これ大丈夫ですかね。1万歩の前にスタジアム行っちゃう。俺、まあ、1万歩以上は歩かないよこ、はい、これ何これハスですね。これあれでしょ、池に浮いてんでしょ、きっと。ちょうど今が咲き頃みたいですよ、花の。いいじゃんね。綺麗だな。いいいいいい、めっちゃ綺麗だ。犬な、ちっちゃい頃犬飼ってたな。飼ってました、うん、動物好きですか？動物多分好きだと思う。俺だって自分で猫飼ってたからね。あ、そうなんですか？サッカー選手になった頃、一人暮らしで猫飼った。アメショー。おお、何ちゃんですか？ピクシー。え、ピクシーピクシーピクシーってピクシーさんからつけたんですか？まあそうだろうな、きっときっとっていうかそうだよ秋田犬ステーション着いた。失礼します。お願いします。おお、あんちゃんでかっ。保護犬なんです。
ね、さっき聞きました。あの蔵王の山の中に1歳になるかならないかぐらいに捨てられてて、ガリガリで、うん、あの皆さん意外と秋田犬捨てられるっていうのをご存じなくてですね、うん、全然。で実はこの秋田県でもあの殺処分数が一番多い犬種が秋田犬だったんです。そうなん。それであのその部分をなんとか救えないかなっていうところで秋田犬に特化した保護を。結構本当は本当年間 何頭ぐらいは何十頭じゃないですか。何十頭を保護してる感じ。あ、保護するのは、今まで8頭ですね。で結局あのここにの場所で秋田犬とは何ぞやっていうところから始まって、実はそうやって捨てられて保健所にいるワンちゃんが こうなりますよっていうのを見ていただく。なんか入ってみますか。ちょっと入ります、はい。あ、待てだよ待てだよ。あ最高ですね。はい、すみません、ありがとうございました。どうもありがとうございました。あんちゃん、あんちゃんバイバイ。次はですね、はい、次は秋田の指定名所にもなっている千秋公園を目指します。行きましょう。はいよ、はい、まだまだ歩きますよ。千秋公園来ました。いいじゃん。セミの声もさ、はい、そんなうるさくなくていいよね。そうですね、ここだいぶなんか登ってるね、はい、久保田城跡、お城の跡なんですね、ここで。今我々がこの赤いマークのところにいるんですけど、うん、これを一周します、今から。ただの歩数稼ぎでしょ。いやいや、あの観光名所なんでね、歩数稼ぎも文化をやっぱ堪能しないと。そう、すげえな。はあ、じゃあまあ当然城巡りなんてしないですよね。巡るなんてね、熊本城よく行ってたけど。あ、そうなんですか、うん、なんでですか。全然熊本なんで。多分キャンプ取材とかで、まあ、似たようなもんだよこれと。ああ、大体さ、はい、あなたたちみたいな人たちさ、はい、お城連れてくでしょ。困ったら困ったら。汗かいてきたね。いや、めちゃめちゃさっきからかいてます。なんか出てこないの。わかんないですよ、出てくるかもしれない、ね、面白そうなさ、はい、なんていうの、ハプニング的なことが起こりそうな感じねえもんな。これが神社。一番祈願したいことって何ですか。言えないよ。ありますか。いっぱいありすぎて願ってくるわ、はい、で、この後は結構歩いたのでちょっと休憩します。いやー疲れたな。ここで休憩を、はい、じゃああそこのテーブルに座りましょうか。あれこれ、ね、あれすいません。あれ先輩先輩久しぶりだろ。ありがとうございます。な、何どうした。緊急事態だろ、飛行機で秋田まで。俺が来たぐらいですよ。ノノじゃない、チャマンだ。いやいや、もうみんな言われた、ノノじゃないよ。ノノで位が偉いんだから。ノノでいいですよ。もうさ、ノノに言いたいことがいっぱいあるからさ、もう言ってくれっていう、もう意見が多くてさ、 J リーグの方から。
さあ、ゆっくり今日はいろいろ話を聞こうと思ってきたんだけど、飛行機で滞在時間3時間で帰るよ。3時間でこんな言ってくださいよ。まず何から、え、何から言いますか。そうだよ、何もねえよ。ジェフ市原2年間一緒にやってたんで、はい、ヒーローユニオン、はい、はい、その時一緒によく飯とか食わしてもらって、そう、ありがたいんだけど食べ方が下手。あ、食べ方下手。なんかどうしたんですか、ね、その時の写真があるんだよね。さすが。だからさ、もうそういうの用意しとけよ、ののさ。そういう自分のさ、もしこういうネタが来るなっていう時のために。いやそれ俺タレントじゃないから、ね、だけどさ、一応 YouTube チャンネルでもその時の写真がほら、これ、これ。ああ、これね。懐かしいな。さ、やっぱあれだよね、携帯の画面が割れてるとか何も気にしないよ。気にしないじゃん。ごちそうさまでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。もうロケ慣れちゃう。ロケ慣れ。これさ、ワンちゃん、ワンちゃん。武田さんにさ、趣旨伝えてある？趣旨伝えてますよ。ほらほら、あの靴で来てるぞ。歩くのに。歩くのになんであの靴で来てんの？歩くって言ってるのに、なんでその革靴みたいなので来てんすか。いやいや、もうさ、テレビ映るってことは、靴もちゃんと視聴者のこうビシッとしないと、ね、趣旨が違う、趣旨が。テレビの画面に映るのはサッカーのピッチと同じで、入った瞬間にもう全て衣装、靴、全て見られてるってことは、ね、そこは気にするっていう。で、実はチェアマン知らないかもしれないんですけど、武田さんって明治安田生命さんの J リーグウォーキングに何回も参加されてる。知ってます。え、武田さんからよく LINE 来ますから。今日はここで明治安田生命さんのイベントやってるぞっていう LINE 来ますから。野々村と森保監督には必ず俺は送ってる。こうやって J リーグのことやってるよって、野々村さんと森保監督には。そうだったんですか。俺結構知ってるよ。2019年から参加されてるんですもんね、毎回結構。武田さん、はい、武田さん、そう、全国各地、はい、行って、来月は北海道も行くし、釧路行くんですか。釧路でやるんだ。そう、なのでこの企画にはもう適任な方なんです。うってつけだね。はい、うってつけの方なんです。でもあれやるとすごい、あれなのはやっぱり全国の支店の人たちだったり、はい、そのイベントによってみんながこう一つになって団結力もないし、本当にいい機会ですよ。歩くのあれは。歩く3キロで、ただスタートとゴールみんな出迎えるときに一緒に歩いちゃうと迎えないじゃん、はい、だから一応最初と最後もみんなお疲れっつって、だから今コロナ対策のため、うん、お見送りと、そう、帰りお迎えのハイタッチやる。3キロでもね、あれの行ったことある、あるでしょ。いや俺ないですよ。あ、ないの、はい、1回ね行ってみると、その全国に各地で支店があるじゃない、明治安田生命、うん、そのと一緒に地域の人たちが一緒に来て、なんか一つのこうムーブメントじゃないけど、ね、すごいいいよ。で、試合もあるしね。そう、初めてお会いした時は何歳？俺多分ね、初めて会ったの、俺が大学生で武田さんベルディで、20歳とか、それが初めての出会いなんですか。多分そうだと思うよ。そうだよ。そう、あ、お二人とも清水東出身ですけど、かぶってないから、もう5個違うから、もう全然。俺はもう、ののはだから勝田監督の息子さんの、はい、と同じだよね。そうそう、同じだから、ケンって言うんだけど、ケンって言ったら、ケンが中学、そのイメージの仲間っていう、最初はそのイメージを、監督の息子さんと仲間っていう。じゃあ俺、ま、ケンと武田さん家共同の家行って、はい、やっぱスーパースターだったじゃん、はいはいはい、すげえなーと思って、なんかね、バケツにすげえ小銭いっぱい入れてなかった。入れたすんげえいっぱい、もうバケツにですよ。なんかもう俺小銭つかねえぜみたいな。で、俺らにそれくれよと思って。そうだよ、そんな感じの頃。あ、俺あの頃は怪我したら、はい、湘南にランニング行くのに、そう、ね、学生は休めたから俺ついてったことあるもん。そうなんですか。でさ、あの浜辺、そうそう、あの浜から沖に俺が行ってんのかな、武田さんが向こうにいるのか分かんないけど、蹴ってそれを取って遊ぶみたいな。そう
ちょうど学生だから休み多かったから、俺怪我した時は海行って、それね、連れてって俺トレーニングメニュー一緒につけさせて、トレーニングなんてそんなあれじゃないよ、もう遊んでるようなもんだよ。えこれ何、本物？本物だよ、もう仕込んでんじゃないの？何これ、あ、いるいるいる、本当だ、すげえ。何これ、なんで亀がいるの？誰か置いた？危ない危ない危ない、いや置いてないです僕ら。ガッキー、はい、わざと置いてねえか？置いてないよ。久しぶり見た、あんなでっけえの。鶴が来たらすげえな、鶴と亀が来たらな。やっぱり殿が来たからこう、いやすごいな、ジャワンが来たからこう、縮小だねこれね、縮小会だね、はい、迎え入れてるね、迎え入れてる亀が来て、はい、このツートップ結構いいかもしれないな。これからちょっと癖になるかもしれないね、これな。さすがですよ、ノノプラスタケワン。ノノプラスタケ。武田さんは、はい、ノノさんに対して、はい、チェアマンになったノノさんに対して、はい、何か要望とかってあります？要望？要望ってそのね、そのパスに関してどうだろうな、まあ、やっぱこう何千人のね、もうトップだから、その辺のこう意識だったり、意識だったり、まあ、もちろんね、みんな日本のサッカーの人たちが注目してるから、はい、その辺のことを考えてると思うんだけども、これからも頑張ってほしいなっていうのと、あとは最後俺をやっぱどっかの監督にぜひ推薦してほしいなっていうのはあるね、 J リーグのね、野球界の新庄じゃないですけどね、まあ、それはタイミングだな俺のはな。だからノノは今トップにいるけど、俺はやっぱこうサッカーの今こうサッカー教師だったり全国行ったりチームお手伝いしに行ったりしてるんで、下からこう見てるわけじゃん、ノノの。だからそういういろんな人たちが、そういう人たちがいるんで、そういうもちろんノノも分かってるけども、そういった考えてやってほしいなっていうことです、チェアマン。いやいや、もうありがとうございます先輩。まあ、監督は自分で探してくださいね。監督探してる今。監督は自分で、これタイミングと縁と運とタイミングだから、そうだね、恋愛と一緒だよ。で、野々さんはこれからのこう、うん、チャマンとしてのイメージはどんな感じでどう言っていこうっていう。サッカーだからさ、はい、日本で盛り上がるのは大事だけど、世界と競争しなきゃいけないって考えると、はい、一つは世界との競争はやっぱり J1 の上の方がもっと、うん、いろんな意味で伸びる、まあ、売り上げも含めてね、うん、なるほど。だからその仕組みを考えることと、うん、あとは国内で文化として圧倒的に他のスポーツを超えていくみたいなことを考えると、うん、58のクラブが昔の静岡みたいに、うん、なるほど、サッカー熱があるような地域を58クラブの地域で作っていくみたいなことと、まあ、その両方をやらないといけないだろうねっていう。で、それって言うだけは簡単だから、うん、実際にそこにお金も使って、うん、J リーグの人も出して、うん、サッカー協会も一緒になってみんなで作っていこうよみたいな流れが作れればいいかな。で、今回いろんなとこ現場に行って、今どんぐらい行った、40ぐらい行ったの？50行きました。50行った、はい、今日現場に行って、今日が51クラブ目です。すごいな、そこはやっぱ現場な、行って感じるってことでしょ。その方がいいですよ全然、やっぱ地域によって違うから、うん、今何してほしいかとかっていうことが全然違うじゃないですか、うん、じゃあそれを全部聞いて、うん、J リーグとクラブと協会で一緒になって、じゃあその地域で何すればいいかっていうことを考えて実行していくみたいなことかな。例えばもう本当は感じることが多いと思うけど、本当はこういうことをプロモーションしたいのにそれができる人がいないとか、うん、金がないとかっていうようなことが、まあ実際あったりするなら、じゃあお金と人をつけてできるようにするみたいなこととかね、うん、育成も地域によって全然違うじゃないですか。違うな、いっぱいありますよ。そうだな、明和宅建。そうなんです、ここに明治安田生命さんがあります。本当に J リーグを支援してくれてね、グランドでも本当いろんなサポートしてくれてありがとうございます。ありがとうございます。去年あれですよ、明治安田生命さんのスタッフとかそのお客さんとかでスタジアムに来てくれた人数って150万人以上ですよね、うん、本当あれ感謝ですね。早い、あ、こちら、あれこれ何、ブラブリッツアーツのオフィス、野々村チャーマンが来てるぞ。いや、チャーマン顔出してこいよ。あ、いないんじゃない？今日試合だから。はい、いないよね。いないよね。それはいないよ。
試合だもん。行きましょう。足を止めるって書いてあるわ。あ、じゃあ歩こう。お、あと2000。あと2000。よし、あと2000円いったらもう飛行機で帰るぞ俺。スタジアム全然見えないな。どれ、あれ、もうちょっとで見えてきます。もうそろそろ見えますね。あと1100歩ぐらい。 1100? やばい、もう1100で俺止める、止まるから。大丈夫ですか、1100。もうちょっと歩かなきゃいけないそんなか。やべえ、靴ずれが出てきたよ、靴ずれが。当たり前だよ、靴ずれ出てきた、靴ずれ。もうでもなんとかこれあれだね、絶対もうタイムちょうどいいでしょ。はい、もうそろそろで。そうだろ、はい、サッカー選手として一番やっちゃいけないのは靴ずれですからね。でもやっぱりな、大丈夫、ありがとう。でも俺痛そうに歩かないから。あ、ほんと、いや痛そうに結構歩いてます。なんか痛くない、痛くない、痛くないですか。痛い痛い、全然なんか手がピンとなってますけど。どこ、これ入り口こっち。あ、こっち見えます、入ります。ここじゃない、ほら、こっから、スタジアム到着。おー、何歩今、何歩っすか。何歩、9200歩。あと800。すごい、着いたよ。あと800。あ、これ陸上競技場、陸上競技場です、うん、なんか規定あるんだっけ。でもさ、あっちにはサッカー専用なんだよね。でもすごいよな、サッカーのチームでこうやっていろんなね人たちがお祭りみたいな感じで海外にね。いや、結構多いんですよ、このスタグル。そうなのね。一旦ここで、お、秋田名物ババヘラをこれ食べていただきます。こちらが定番、昔からある。何味、何味、いちごとバナナ風味。こっちがショブラブリチオの。あ、じゃあ俺じゃこれにします、はい、これとこれじゃあ1個ずつで、はい、なんでこれババヘラって言うんですか、お母さん。おばあさんのババアってこと、うん、本当にババアって言うとちょっとババアちゃん、バーバーで、バー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 ね、バーバーヘラね、バーバーヘラ、ヘラはそのヘラのヘラ。あ、そうやってあれなんだ。これバラの形にしていただいてるんです、バラの花の。お、綺麗だね。上手上手。これ、これ、これがあれなんだ。そうみたいよ、バラの花みたいだね。はい、できた、ありがとう。バラの花みたいだね、すごいね、すごい綺麗。これこれこれこっちこれこっち。じゃあ食べてください。いただきます。はい。ちょっと分かりやすく伝えてください。どんな感じ？うまい。うまい。この麺。どうだ？ガリガリ君の、うん、もっと細かく砕いたような感じ。味ガリガリ君ですか？味がガリガリ君に近いね。細いだって。あ、でも色が違う。綺麗綺麗。美味しそう、うまいよ、俺好き。暑い時には最高っすね、うん、上手だね、お母さん。これでご飯食べてます。本当だ、はい、どうぞ。ご飯、これもう何年もやってんすか。今の会社だと12年。何年、何年。12年。12年ぐらい、はい、確かにガリガリ君のような口の中でこうサラサラした感じ。じゃあ、開けながら行きます。ありがとうございました。でもすごいよな、昔 J リーグがなかった時にさ、はい、ヨーロッパ遠征とかケルンとかさ、いろんなとこ行った時にこんな感じだったんだよね、昔。それから日本がこんな感じにね、海外のサッカー見たくないね、プロリーグができてさ、盛り上がって地域の人たちがって、もう考えられない。そうだよね、武田さんとかはさ、まだプロになる前の内外の内外を知ってるからね。そう、俺らはもうそれ知らないから。え、あと250。どんどん、俺ももういいよ。こんなに俺でもさ、大変なロケだと思わなかった俺は。ちょうど入り口に1万歩にしてよ。まあこれもな、はい、明治安田生命さんの健康運動の、ね、一環だろ、これ。健活プロジェクトの一環です。健活プロジェクトの、はい、さすが。そうだよ、さすがです、武田先輩。やっぱりね、はい、こういう企画をしてくれる、はい、明治安田生命さんにね、はい、感謝して俺たちがこう今実行してるわけだから、殿さん。さすがですね、はい、これはまた武田さんにあのお願いのオファー行きますから。お、ここが1万歩。ありがとうございました。1万歩どうでしたか。気持ちいいね、今となれば。でもなんか中途半端じゃないですか、ここが入り口だったらいいのに。
いやでもよかった。皆さん大丈夫ですか、はい、スタッフの皆さん、武田さん。いや俺はもうね、大丈夫だね。さすが。やっぱり一人では生きれない人生も二人で行けばなんとか歩きますね。でも俺もね、助けてあげたかったけど、その革靴の豆、豆ね、これはもう無理だわ。豆見せてくださいよ、ちょっと豆、ちょっとこう赤くなっちゃってね、こうちょっとここ、ちょっと広がっちゃって、かわいそうに。でもこれがプロフェッショナルですよ。ピッチの上では誰かをせずに試合をこなす。後で絆創膏貼っときます。武田さんも感想をいただいていいですか。そうですね、やっぱり終わった後のこの汗だったり、こういうなんか今こう自粛だったり引きこもりがちじゃないけども、やっぱり外に出てこうやって友達と話しながら歩くっていうのは非常にこうストレス発散になるし、いい健康のこうね、継続になるんじゃないかなと思いますね。だからこうね、生活、はい、運動、はい、ぜひ皆さんも参加してもらいたいということですかね、野村さんね。はい、素晴らしいですね。しかもみんなで行くとね、家族みんなで一つになる。いいですね。はい、告知あるんですよ。どうぞ。はい、皆さんにお知らせです。はい、J リーグでは9月2日から9月19日に開催される明治安田生命 J1、J2、J3 リーグ戦において、明治安田生命 J リーグみんなの健活ウォークと関し、エコバッグや選手サイン入りグッズなどが抽選で当たるキャンペーンを実施いたします。はい、はい、で各対象試合においては J リーグウォーキングアプリ、先ほどのアプリですね、はい、を画面提示で先着各スタジアム合計10万枚のエコバッグプレゼントします。お、はい、でさらにアンケートに答えると選手サイン入りグッズなどを抽選でプレゼントいたします。この機会にスタジアムにぜひお越しください、はい、ということで野々さん、はい、武田さん、はい、今日は本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあサポーターの皆様、ぜひスタジアムでまたお会いしましょう、はい、さよなら。健活です。